私どもとして、地方の声を踏まえた上で、何が一番公正公平かということでございました。特に何かを念頭に置いているというのでは全くございませんし、私の意向を反映しているようなことは、それは全くございません。これまでは、この300通の内訳の経営動画で、そういう場を県民で見ているんですが、そのものを知りたかったら、そこは都会さんのところで今検討しておりますので、そちらの方にお尋ねいただきたいと思います。それは審議の状況を見なければ分かりませんし、それは世論調査の問いかけにもよろうかと思います。多くの党はそれを明らかにすることにより、国家の安全保障に重大な影響を与える情報というものはあるという認識では多くの党が一致しておりますし、世論調査の問いかけがそういう情報があると思いますか、あるいはそれを政府はそのようなことでも対峙すべきだと思いますかと言えば、それは否定的な方が多いんだろうと思っております。そういう情報があるということは事実でありますから、予算会で申し上げましたが、それがどのようにしてそういう情報でないものを秘密に指定するということを防ぐか、それは基準がどれだけ客観的、明確なものであるかにかかっておりますし、それが厳格に運用されるかどうかにかかっております。ただそれが行政権の中で全て完結をしてしまいますと、三権分立の中でどこがそれをチェックするのだという問題に到着するわけで、そこに工夫があるかどうか、あるいは行政の中でそういう運用が現世的確に行われるということの担保をどのように取るかということだと思っております。でそういう情報があることは事実であって、そしてそれを何が秘密であり何が秘密でないかということを決する基準も明確なものであって、民間の技術者の方が例えばある装備品の開発に対する情報というものを知っていたということを誰かに喋ったらば、それがすぐに犯罪になるかといえば、まずそれが秘密に指定されるかどうか、その人をそれを取り扱うものに指定するかどうかということが前段としてあるわけです。でそういうことでですね、人権を侵害するようなそういうような行為というものが行政の側によって行われるということはございませんが、あたかもそういうようなことはしばしば行われて強権官僚的な国会に戻るかのごとき、そういう報道が一部に散見をされるところでございます。でそういうことをどうやって防ぐかということについては、私どもとしてもっときちんとご説明をしていかねばなりません。それはそれとしての行政の中で完結をするということが、どのようにして、それでいいのかということになるか、あるいは司法とか立法とかそういうものをかませるかどうかということは、必ずしもこの法案本体と結びつくお話ではございません。秘密会のあり方であるとか、あるいは情報公開法のあり方であるとか、そういうことはこの法律本体とは関わりのない問題だと認識をいたしております。ですから修正がどうなるか等々について今予断を持って申し上げることはできません。テレビの記事、福島第一原発の事故の関係で、今後発生する除染の費用とか、あとその土壌中間貯蔵施設について、国費を投入する案というのが政府の取り組みだったという、三条のことになって今どういうことがあるというのかと、それから、その財源をどうするかとか、そういう課題があるとは思うんですけれども、その点についてどういうことになりますか。そういうことはまだ水中において、きちんとした議論が行われて、確たる方針が決まったと承知いたしておりません。
成長の中でまだ議論中のものが全て幹事長に上がり、幹事長とした判断をするというシステムのようなことになっておりませんので、その点はまず成長の上に尋ねていただきたいと思います。国費を分析されたりというのは、ハードルマークなんですけれども、東電マークだと戦後遅れるという指摘もありますが、ですから、国費を投入しなければそれが進まないという事実があるとして、では国費を投入する、すなわち国民の税金をそれに用いるということのゆえんは何であるかということでしょう。そのために法律が、新しい法律が必要なのかどうなのか。ということをですね、急がなければならない、国費を投入しなければならない、以上、というような、そういう乱暴な議論であっていくはずがないのであって、国費を投入することによって、どれぐらい進捗が進むか、あるいは納税者の負担を求めることによることを正当化する、そのような根拠は何であり、法律は何であるかというところまできちんと詰めないでですね、国費を投入するのは、そのことについてどう思うかと言われても、そこは成長においてそのようなことの検討が行われる、そういうものだと思います。産経新聞でいただきます。今日午後にですね、小泉元首相と社民党の吉田党首が脱原発をめぐって会談することになっていますが、こうした会談は党派を超えたその連携の動きではないかという見方も出ていますけれども、幹事長はどのように見ていますか。それは今、我が党の選出の国会議員ではない、一支持に関小泉純一郎先生が、どの党とお話になるかということについて、党として、それに対して、やめてくださいと、その立場にはございません。でそれは原発というものをどうするかというテーマと、その他に多くのテーマは国政ではございます。この点だけで小泉先生と社民党の党首会談である。これが再建に向けた動きとか、新たな、政策軸というものができるとか、そういうことを今の時点で判断するものではないのではないですか。それはもう政界再編というものが仮にあるとしても、それは多くの政策をめぐって、例えば憲法観というものが社民党と小泉先生が一致していると誰も思っていないわけです。安全保障観が一致しているとも誰も思っていないわけです。あるいは財政的な消費税をめぐる議論について一致しているとも誰も思っていないわけです。一つの政策テーマについて会談があったからといってですね、それをことさら大きく取り上げるということは、私は報道の姿勢としていかがなのかと思います。東京新聞の宮本さんも、昨日の NHC の特別委員会で、小池栄子先生が総理大臣の同性を引き継ぐことに属性的であるべきだという自身の発言をされたんですが、それについて何時のように。どういうことでしょう。その発言を存じませんが、総理大臣の同性が細かく引き継ぐのは良くないと。なぜ良くないですか。なぜ良くないか、それは知らせるべきものというのがない。それは、私はその当事者になったことがないので存じませんが、総理の同棲というものは官邸の側から発表になるものであって、それは官邸の側でこれは明らかにしてよいということを判断して、それで載せているものだと承知いたしております。もちろん総理、あるいは総理に限らず、もう国務大臣はみんなそうなんでしょうけれども、いつどこで誰と会ったかというようなことを全て明らかにしてよいということは、先ほどの秘密に指定するしないとはまた違った組み立てでございますけれども、そういうことはあるのだと思っております。ですから、そこはそういう情報を出す側において、これは国家のために出してはならないのだというようなことがね、そういうことは当然許容されるものだと思います。よろしいですか。はい。その報道は私は存じません。ですから国家と国家の信頼関係において、そのようなことはあるべきではありません。ただ以前からエシロンというものがあって、
アメリカは膨大な台所じゃないですよね。そういろんな情報を入手するシステムを持っているということは以前から言われていることであって、もう今日したら今明らかになった問題ではございません。そこは日米間において官房長官がそういうことはないというふうに言っているわけでありますから、そういうことがないということを同盟の信頼関係のもとに、ただ NATO も一種の同盟ですからね、同盟国においてもそういうことがあったということが果たして本当なのかどうなのか、これはアメリカの会見を聞いていても今後はないということを言っているので、今までどうであったかということについては言及がないわけでありです。そこは日米間に応じてそういうことがないというふうに官房長官が言っておられるわけですから、そのことの正当性あるいは正確性というものを政府の中においてきちんと検証されることである、それに基づいて官房長官に発言が